私の会社に今インド工科大学の20歳の男子学生がインターシップで働きに来ています。向こうは日本語は話せず英語しか通じません。英語が話せない私はほとんど交流がなかったのですが、ひょんなことから金曜日に彼と居酒屋で飲むことになりました。一緒に同席した先輩はバイリンガルで、彼と楽しく英語でトークをしていますが、私は話せないのでずっとだんまりのまま。このままじゃいけない、何か話さなければ、あ、そうだ、あれを聞いてみよう、勇気を出して話しかけました。Do you know Phimosis? Oh, I know Phimosis! なんとこのラジオではおなじみ、フィモーシス、方形が通じました。バイリンガルの先輩はフィモーシスが分からなかったらしく、ラブ君というインド人ね、インド人の子に英語で質問しています。するとインド人の子は人差し指と親指をクイクイと動かしながら先輩にフィモーシスを説明してくれています。完全に通じている。こうなったらこっちのものです。 Are you Phimosis?No! Phimosis! I am Phimosis! Really? 受けた！僕の英語力でインド人を笑わせた！最後にとどめだ！ Japanese famous comedian 有吉 say Phimosis! 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 In radio! Oh! Crazy! その後僕が人差し指と親指をへそのあたりでクイクイと動かすだけで、インド人の子は大爆笑。最高の夜になりました。有吉さん、サンドリのおちんちんネタは国境を越えました。よかったな、よかったなって。今日はいいメールが届くわ。鬱が治ったり、インド人とねコミュニケーションが取れたり、素晴らしいじゃないですか。こうやって